はい、今日は2部屋合同でお食事いたしますよ。女子の皆さん、お集まりくださいませ。はい、今日は2部屋合同のお食事をいたしますので、こちらのお隣の女子の皆さんも、こちらのお部屋の方へ移動してください。はい、移動してください皆さん。はい、お食事しますので移動してください。はい、お食事じゃあ今ご用意いたします。はい、どうぞお食事。今日も皆さんのためにチーズたっぷり入れております。はい、いかがでしょうか、チーズのおそば。今日はチーズたっぷり入れておりますので、皆さんお召し上がりください。はい、どうぞ女子の皆さん。はい、どうぞ皆さん、旅食いっぱぐれですることのないように、皆さんどうぞどうぞこちらの方で。はい、早くしないとなくなっちゃいますよ。今日も若干あったかめにしております。独り占めされないようにあったかめにしておりますので、どうぞ皆さん心置きなくお腹いっぱい召し上がってください。はい、早速もうお豆腐が切れてしまいましたね。それではお豆腐ちょっと足しましょうかね。お豆腐がないともう皆さん、私はまだ食ってませんねという人もいらっしゃいますかもしれませんからね。今日のお豆腐ちょっとね、いいお豆腐使ってますよ。ちょっと硬い、すごく硬い木綿豆腐ですよ。ちょっといつもよりもお高いお豆腐を使っておりますので、美味しく栄養もたっぷりございます。はい、どうぞどうぞ皆さん。あら、皆さんお口に一人で入れちゃいますね。はい、どうぞどうぞ食べてくださいませ。なくなってしまいますよ。下にいる女子も出てきてください。はい、お召し上がりになってくださいね。遠慮はいりませんよ。はい、どうぞどうぞ。こちらでございますよ。うわー、すごいね。豆腐も1パック 400g 入り。これがもうほとんどこのような感じになっちゃっております。皆さんの食欲にはただただ恐れ入るばかりでございます。はい、どうぞお召し上がりください。そして皆さんピッチピチの肉体を維持してくださいね。殿方が追っかけてしまうような豊満な肉体を皆さん身につけてください。女子はここにいる以外にも、個室の女子、あと同棲をしている殿方様と同棲をしている女子もいらっしゃいますので、全員ではありません。今日は山盛り
チーズもたくさん入れてありますから、食べ応えあると思いますよ。やっぱり二部屋の女子を合同にしてしまいますと、仲の悪い女子同士が喧嘩をしてしまったりしますので、お食事終わりましたらまた仲の悪い女子はお部屋を離しましょう。もう少しの辛抱ですよ。食事がもうすぐ終わりますから。もうちょっと我慢してくださいね。下でいじめられてる女子の、今隣の部屋の方に移動しますから。はい、そろそろ皆さんお食事終わりそうですね。大丈夫ですか？こちらの部屋に戻りますか？じゃあ、はい、まず1名様戻ります。部屋の人数は、ちょうど半分半分に数えてるわけじゃないんで、大まかに半分ぐらいの女子が。で、喧嘩をする仲の悪い女子はなるべく話すようにして入れてます。部屋割りというものは、そのようにして2部屋用意してあります。はい、終わりましたか？それでは、今日はここまでですね。